さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。すやすや貞子、貞子、そろそろ起きなさい。学校遅刻するわよ。ちょっと貞子、もうこの子ったら珍しいわね、こんなに寝てること。貞子、遅刻しても知らないわよ。ママは起こしに来たからね。はい、ただいま起きます。いやダメね、今日の貞子はよっぽどお疲れみたいね。あ、スマホが鳴ってます。これは、望月くん。あ、はい、もしもし。よ、黒沼、おはよう。この時間だったら黒沼も学校向かってるかなと思って。いつもさ、いきなり朝早くに電話したら迷惑かなと思ったからちょっと遅くに電話してみた。ところで黒沼、今外？あ、はい、もちろん外です。すぐに会えますね。今日も楽しみにしております。なんだよ、楽しみって大げさだな。じゃあどっちが先に校門に着くか競争な。まずいです、早く着替えないと。お母さん、どうして起こしてくれなかったの？私、学校行ってきます。望月くんを待たせるわけにはいきません。なんだか貞子変わったわね。お、黒沼、おはよう。え？あ、望月くん、おはようございます。おはよう、黒沼、なんか疲れてる？へえ、クロヌマッチが遅刻しそうだなんて珍しいね。最近いろいろあったし疲れが溜まってるんじゃない？だな、例の件も落ち着いたところだし少しゆっくりしたらどうだ？そうですね、少し疲れが溜まっているのかもしれません。ねえねえクロヌマッチ、私さ、クロヌマッチと行ってみたいところあるんだよね。さすが金野さん、疲れてると言ってもすぐ誘ってくる。おい金野、話聞いてたのか？クロヌマをちょっと休ませてあげろよ。大丈夫大丈夫、どうせ大地も喜ぶよ。ねえねえクロヌマッチ、私とさ着物体験行かない？クロヌマッチは着物絶対似合うと思うんだよね。着物ですか？あ、聞いたことがあります。陽キャな人たちは着物を着て和な街を歩いてインスタ映えとか言って写真をたくさん撮るんですよね。そして極めつけはあんな歩きにくい姿ですごく人混みの多い花火大会に行くという所業を成し遂げる。おい金の、黒沼ショートしてんぞ。大丈夫だよ黒沼っち、外に出歩くわけじゃないよ。そういう着物の着付け体験ができるところがあるんだよ。私も夏祭りとかに向けて一度体験してみたいなと思ってて。私は着物という鎧をまとうにはまだレベルが足りないのでは。何、レベルって関係なくない？それに大地はぶっちゃけ黒沼っちの着物姿見たいでしょ？そりゃあまあ彼女の着物姿見たいだろう。望月くん見たいですか？なんだよそのストレートな聞き方。そりゃ見たいだろう。金野さん、着物体験行きましょう。いいねいいね、最近の黒沼っち大地のことめっちゃ好きって伝わるからなんか可愛い。おお、すげえな。なんていうかこう雰囲気が出てるっていうか立派なところだな。金野さんは本当にいろんなところを知ってますね。まあね、日頃のトレンドとかあとエゴサとかしまくってるし、最近はさレトロなものとかも流行ったりするんだよ。だから着物もまた流行るんじゃないかなと思って。なるほど、ゲームの攻略本もまた流行りますかね。ちょっと何言ってるかわかんない。ほら早く行こうぜ、俺も着物着れるんだろ、楽しみだな。ごめんください、着物体験に来たんですけど。あら、よく来たざますね。ご予約いただいた3名様かしら？そしたら早速着物の着付けをさせていただきますざます。よろしくお願いします。超可愛いやつで。もちろんざます。さあさあ早くあちらの更衣室へどうぞ。望月くんの着物浴衣ですか？すごく楽しみです。よく似合ってるざますよ。すげー、黒沼超似合ってんじゃん。ほらね、思った通り黒沼っち絶対似合うと思ってたんだよね。ありがとうございます。金野さんもとても似合ってますよ。てかさ、黒沼っちももっと派手な色にしたらよかったのに。あれ、
そういえばよく見ると二人とも青だし、もしかして合わせに来た？ほんとラブラブだね。バカちげえよ、たまたまだよ。でも黒沼マジで似合ってるよ。なんつうか黒沼は落ち着いた色の方が似合うよな。ありがとうございます。望月くんもすごく似合ってますよ。さあさあご自由に写真撮ってくださいね。 SNS の投稿も大歓迎ざます。若者がはしゃぎおって、お前たちは着物に着せられとるんじゃ。ここ数年本当に着物が似合う女性を見とらん。はあ、金野さん一体何枚写真を撮れば気が済むのでしょうか。まるでこれでは撮影会です。これこれお客人、こちらはお手洗いではないぞ。すみません逆方向でしたか。まったく近頃の若いもんは着物を着てただ写真を撮りたいだけじゃろ。着物はただのファッションじゃないぞ。そうですね、おっしゃることはわかります。本来着物とは古き良き伝統文化、かつては着物を着ることで身分の差を表していたもの、私ごときの下級庶民が着ていいものではありません。なんと驚いた、この子他の子とは少し違うな。ほう、よく見るととても美しい。どこぞの着物とは不釣り合いな金髪ギャルとは違った奥ゆかしさ、そして外見だけではなく知性と教養も持ち合わせておる。なんでしょう、何か勘に触ったのでは。お主、わしが着付けしてやろう。え、着付けですか。私もう着物は着ていますが。ちょっと何をなさってるのですか。大丈夫じゃ、わしは着物のことを熟知しておる。ちょっと着物がきつそうだったのでな、どれちょっと調整を。そういえば黒沼遅いな、何やってんだ。はあ、おい何やってんだ。おいこの変態じじい。ちょっとお客さんに何やってるざます。ごめんなさいね、うちの主人が。すまんかった、最近の若い子でこんなに着物が似合う子はいなかったのでな。まったく、いくら着付けだからって一歩間違えたらセクハラですよ。まあまあいいじゃんいいじゃん、それだけ黒沼っちが似合ってるってことだよ。お詫びに今回のレンタル料金は少しサービスさせていただきます。どうぞ少し散歩してきてください。たく、とんだジジイだな。あ、珍しく口悪いじゃん大地。でも本当に着物は歩きづらいですね、少し窮屈ですし。これで少しは歩きづらくなくなるだろう。はい、そうですね、ありがとうございます。ちょっとは私にも感謝してよね。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。